白蓮中の吹雪か。一体どんなやつなんだろうな。豪炎寺君が人巫女監督に追い出されてからチームの雰囲気が変わってしまった。遠藤君と木戸君は監督を実力ある指導者として認めている。一ノ瀬君や土門君も一応監督の立場は理解している。でも監督に不満を持つメンバーもいる。特に染岡君はよく思っていない。これから向かう白蓮中の吹雪四郎って人がどんなにすごいストライカーだとしても、この雰囲気じゃうまくやっていけるかどうか。見えてきたよ、あれが白蓮中だ。雪原のプリンス。すごい、本物の大門中だ。あの日本一のチームがここにいる。サインちょうだい。あ、噂のメガネ君だ。握手握手。うわ、ベトベト。ようこそ白蓮中へ、遠藤君。すっげえ、みんな俺たちのこと知ってる。そりゃあもうフットボールフロンティアで優勝した実感がようやく湧いてきたっす。遠藤、目的はそれじゃないだろう。あ、そっか。吹雪四郎君はどこにいるのかしら。吹雪君、今頃スキーじゃないかな。今年はジャンプで100メートル目指すって言ってたもん。いや、きっとスケートだよ。3回転半ジャンプができるようになったって言ってた。オイラはボブスレーだと思うな。時速100キロ超えたって言ってたよ。スキーにスケートにボブスレー、それで駒殺し。そんなにスポーツができるなんてすごいやつだな。ますます会うのが楽しみになってきた。あ、帰ってきたんじゃない。あれ、君たち。さっきの吹雪四郎ってお前だったのか。お前が熊殺しか。ああ、実物見てがっかりさせちゃったかな。噂を聞いてきた人たちはみんな僕を大男だと思っちゃうみたいで、これが本当の吹雪四郎なんだ。よろしく。染岡、私に任せて。あれ、なんか怒らせちゃったかな。ごめん。え？染岡は本当はいいやつなんだ。あ、気にしないで。吹雪くん、少し時間いいかしら。私はキラ人巫女、大門中サッカー部の監督よ。来門中サッカー部の。染岡くんの気持ちもわかるよ。私も一緒に、みんなと一緒にやってきたんだもの。だけどね。わかってる。奴を嫌うのは筋違いだってのは。でもあいつを、吹雪四郎を認めちまったら、豪炎寺の帰ってくる場所がなくなっちまう。俺たちのライモンのエースストライカーは豪炎寺なんだ。うう、寒い。これくらい普通だよ。動けばあったかくなるさ。オラのマフラー貸してやろうか。結構です。あ、
気をつけて。階段は滑りやすいから。ありがとうございます。なんだ、でもすごい勢いだな。雪国ならではか。大丈夫だよ、吹雪くん。屋根の雪が落ちただけだから。屋根から。なんだ、屋根の雪か。なんだ、どうかしたのか。あ、いや、なんでもないよ。これくらいのことでそんなに驚くなんて、意外と小心者ね。あはははは。さあ行こう。なよなよしたやつだな。本当にすごいストライカーなのか。よいしょ、よいしょ。うわあ、よっしゃ、戦略勝ちだな。もっと行け、ドモン。おいや、まだまだ負けてられるか。絶対に勝ちなさい。これは理事長の言葉と思ってもらって構いません。シップスノーボール、ツインスノーボール。あー、ふざけて。私たちはエイリア学園を倒すために仲間を集めてるの。仲間を。おとなしさん。はい。こういうことが起こってるの知ってるだろ。数日前からエイリア学園はこの北海道で中学校を破壊しているわ。でもうちは大丈夫さ。狙われるわけがないよ。やっとサッカー部として活動ができてる弱小チームなんだから。白蓮中だけの問題ではないわ。これ以上エイリア学園の勝手にさせるわけにはいかない。俺たちは奴らを倒すために地上最強のサッカーチームを作ろうとしているんだ。だから吹雪、お前に会いに来たんだぜ。地上最強のサッカーチーム。あなたの噂を聞いたわ。噂の実力の持ち主なら私たちと一緒に戦ってほしい。あなたのプレー見せてくれる？いただきます。いいですよ。監督、作戦は？好きにしていいわよ。吹雪くんの実力を見るだけだから。わかりました。相手は日本一のチームだ。どこまでできるかわからないけど、頑張ろう。おお、誰も高円寺の代わりにはなれないんだ。吹雪さんってすごいストライカーって感じが全くしませんよね。え？高円寺さんっているだけでなんか点を取ってくれそうな雰囲気あったじゃないですか。そうね、高円寺くんに比べたら彼には凄みを感じないわね。さあ、いよいよ始まります。ライモン中対白蓮中の練習試合、実況は角間啓太でお送りします。何？あの野郎、ディフェンスにいる。吹雪はフォワードじゃなかったのか。フォワードだよ、吹雪くんは。じゃあ、あれは何だ。今はまだディフェンダーなんだ。どういうことだ。わからないけど面白くなりそうだ。軌道のキックオフで試合開始。彼の動き漏らさず取ってね。はい。ふざけてんじゃねえ、どけ。染岡、強引に白蓮のディフェンスを突破。そのまま吹雪に向かっていく。そういう強引なプレー嫌いじゃないよ。アイスグランド
染岡から華麗にボールを奪ったぞ。なんてディフェンス能力だ。あれを破るのはかなり大変だぞ。さあ吹雪、パスを出して、そのボールを北見が受ける。しかし風丸があっさり奪い返した。他のプレイヤー吹雪ほどの実力じゃないみたいだ。風丸、染岡にパスだ。ここで吹雪がキーパーの前に立った。せげる女、せいで見やがれ。ドラゴンクラッシュ。なんと吹雪がドラゴンクラッシュをも止めてしまった。そうか、吹雪はフォワードじゃなくてすごいディフェンダーだったんだ。出番だよ。スライディングに行った染岡を簡単に弾き飛ばした。この程度かよ、甘っちょろい奴らだ。あいつ雰囲気が変わった。ふぶきくん、任せとけ。いつもみてえにバンバン点取ってやっからよ。見てな。波拝見と行こうか。一度背後ショルダーチャージ、激しくいった。なんて突進力だ。強すぎて軌道の風丸のスライディングタックルだ。二人を弾き飛ばしてしまった。なんというパワーだ。あっという間にゴール前だ。感じるぜ吹雪、お前のシュート絶対すごいはずだ。やれろ。必殺シュートがライモンゴールに炸裂。なんと先制したのは白蓮中だ。ゴッドハンドがこんな簡単に。これがブリザードの吹雪。すごい、止めたと思ったのに、なんて破壊力。いいかよく聞け、俺がエースストライカー吹雪四郎だ。吹雪、お前のシュートどうしても止めたくなった。できるもんならやってみな。まだ手がジンジンとしびれてる。あいつが仲間になってくれたら。スーパーディフェンスに素晴らしいシュート力、噂以上のプレイヤーだ。どんなにシュートがすごくても高円寺の代わりはいねえんだ。やられっぱなしでたまるかよ。そこまで、試合終了よ。何？え、ここで終わりですか？このまま終わらせてたまるか。染岡くん、はい、に負けるわけにはいかねえんだ。やる気か、面白い。その程度か、話にならねえ。こんなもんじゃ満足できねえ。もっと楽しませろ。さっきのなよなよくんと全然違う。エターナルブリザード。
お前らに止められるようなエターナルブリザードじゃねえ。このシュート必ず止めてみせる。あれでコースが変わったか。二人とも大丈夫か。はい、キャプテン。しかしすごいな、ディフェンス二人がかりでもコースを外させるのが精一杯。エンド、どんな強力なシュートもこの方法なら、うん、エイリア学園を倒せるかも。はい、そこまで。すごいぜ、吹雪！あんなピリピリくるシュート、俺、感動した。僕もだよ。僕のシュートに触れることができたのは君が初めてさ。吹雪、俺お前と一緒にサッカーやりたい。僕もさ、君となら、君たちとなら思いっきりサッカーをやれそうな気がするよ。吹雪くん、正式に稲妻キャラバンへの参加を要請するわ。一緒に戦ってくれるわね。うん、いいですよ。ライモンの新しいストライカー誕生よ。みんなよろしくね。染岡くん、染岡、待てよ染岡。エンド、お前はいいのか。高円寺の代わりがあんな奴で。そんなに吹雪が嫌いか。俺は面白い奴だって思った。あんなシュート打てる奴に悪い奴はいないって。高円寺はいつだってサッカーに真剣に取り組んでた。なのにあいつと来たら楽しませてくれだと。ふざけるな。俺だって、高円寺にはチームに残って欲しかったさ。でも、あいつの目を見たら、引き止められなかった。高円寺は必ず戻ってくる。俺は信じてる。それまであんな奴とプレイしろってのかよ。信じる奴のためなら、俺は何でもできる。高円寺が戻ってきたその時が、稲妻キャラバンに地上最強のメンバーが集まる時なんじゃないかって俺は思うんだ。エンド、なら俺たちにできることはその最強のメンバーになってることじゃないか。あいつにお帰りって言えるようにさ。わかった、高円寺のために吹雪と一緒にやってやる。でもまだ仲間と認めたわけじゃねえからな。これは、大変です。これ見てください。白連中の者たちよ、お前たちは我がエイリア学園に選ばれた。サッカーに応じよう。レーゼ、断ることはできない。負ければ破壊が待っている。助かる道は勝利のみ。この白連中にエイリア学園がやってくる。